どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6について話したいと思います。昨日のロト6について話す前に、視聴者の皆様にその感謝というか、これだけロト6外してるのに見てくれるのは、ありがたいかな。結構それで元気もらってるというか、やっぱり口数少なかっても、口数少なくても、ハズレがずっと続くと結構きつい。でも、見てくれる人がいたら、やっぱり、元気をもらえるというか、もっと頑張ろうっていう気持ちになる。焦るのは焦るねんけど、そのハズレが続くぞ。でも焦ったら逆に当選が遠のくんじゃないかなって正直思ってます。だから焦らずに、当選は目指すけど、焦らずに、とにかくじっくりその数字の流れというか、そういうのを見て、徹底的に研究して、当選できるように頑張りたいと思います。もちろんロトセブンも、同じく頑張りたいと思ってます。ロトセブンは同じハズレやけど、その惜しいハズレ方だから、ロト6は昨日全然あかんかったから、そこは違うねんけど、でもどっちもその徹底的に頑張って当選できるように、3等以上当選できるように頑張りたいと思います。ほんとなかなか難しいけど、たった2口で当選しようっていうのは、でも過去に何回かそれで当選できてるから不可能ではないかなって思ってます。確率だけ見たらかなり難しいねんけど、大体30回に1回ぐらいだから。でも、努力したら、ある程度のところまではいけるんじゃないかなって、正直思ってます。たった二口でも。昔だったら、口数増やしてたと思うけど、今は、もう、予想にものすごい時間かけて、それで口数はもう二口で、継続して予想し続けたいと思います。それで、当選を目指そうと思います。ここは他の人とちょっと考え方が違うけど、他の人はやっぱり最低5口は予想はしてるから、1口とか2口の人もたまにいるけど、でもほとんど最低5口は、予想してるもんな。ここはちょっと違うけど、僕は僕のスタイルで、二口で、それで継続して予想して最終的に高額当選獲得したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。